動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。フォールガイズやっていきましょう。いやー、ついにこいつを、いや、でき、こいつができる時が来た。フォールガイズはですね、知ってる人はもうね、知ってますけども、大人気、ゲームで、PC、Steam とかで、配信されてたんですけども、6月21日に、クロスプラットフォームとして、スチーム、エピックゲーム、PS、Xbox で、Nintendo Switch とね、他のところにも、配信がされまして、しかも無料で遊べるっていう、ね、お得よっつってね。まあ、プレイするのは今更なんですけども、初めて、こいつをやっていきたいと思います。懐かしい人には、風雲竹市場みたいなね、オンライン状態です。フレンドと繋がりましょう。フレンドか。さあ、やっていきましょう。もう皆さんは、やり方とかね、知ってるかもしれませんが、一応ここら辺ちょっと読んでいきましょうか。これからあなたは、史上最高のゲームショーに参加します。どのようにプレイするのか、そしてどのような、報酬が待っているのかご説明いたしましょう。プレイをしてショーに参加しましょう。ランダムに選択されるミニゲームにて59人の対戦相手を出し抜き、勝利の栄冠を勝ち取りましょう。ショーに参加すると、クラウン、違うわ、クまあいいや、勝利するとクラウンを得ることができます。これらを、消費すると、フォールガイズをカスタマイズできるアイテムをゲットできます。また名声レベルを上げることでシーズンごとに、特別な報酬を受け取ることもできます。シーズンがあるんですね。ジャンプ、ダイブ、つかみといったアクションのほか、L で移動したり、R で、カメラを操作、したりできます。説明は以上です。プレイをしてショーに参加しましょう。王冠を勝ち取りましょう。というわけでですね、戦わなければ生き残れないという、重いっすね。新アイテムが登場。以下をタップしてストアを再読み込みしてください。シーズンパス。メカゴジラがいる。しかも、旧型じゃん。わあ。払い戻しの対象にはなりません。シーズンパスは、各シーズンに月1点限りです。プレイしてよくあるタイプとメカゴジラを獲得。どっちも一応あるんですね、バンドルと。これはバンドルの方がちょっと、豪華ですね。プレミアムティア報酬をアンロックしよう。即座にゲットできる報酬。プレイしてよくあるタイプと、メカゴジラを獲得。25ティアを急上昇。わー、ちょっと待って。メカゴジラ。でも。これがね、キリュウ3式だったらね、俺、速攻買ってたと思う。いやー、まだまだ旧型、ちょっと待って。いや、確定はしませんよ。戻る。以下をタップした人は、ちょっと、重い。読み込みが、いや、もう配信されたばっかりなんでね。任天堂スイッチ版はですね、5時ぐらいに、午後5時に、配信されまして、多分ね、めっちゃ詰まってると思う。いや、フォールガイズ人気ありすぎて、サーバーがクソ重いっていうね、情報はよく聞いてるんですけどもね。これ、いけた。
やっと変わったか。びっくりした。あのまま動かなくなったって、あのまま動かなくなったりしてた。俺泣くよ。じゃあ動かせるようになったんで、ルーキー、これがドノーマルの姿ですね。一応これキャラクタービーンズ豆みたいですね。ジェスチャー手振って、コケッコ、これコケッコ、ベロベロバー、いいっすねこれ。こういう風にもうインターフェースルーキー、まあスキンも何もないので、カラーパターン、カラーパターン、顔、上半身。いやちょっとメカゴジラ欲しいかなとは思うんですけど、そういやこれ最初は有料だったんですけども、ショーソロショー、新旧のラウンドがごちゃ混ぜ、ソロでもパーティーとでも、プレイ可能。4人でスクワットを組んでショー、に参加だ、パーティーか、マッチメイクで組もう。デュオショー、2人で組ん、スクワットを組んでショーに参加だ、パーティーかマッチメイクで挑もう。最新ラウンドを、先陣で、先陣を切ろう、レッツゴースタジアムショー、アニバーサリーパーティー、全てはここから始まった、フォールガイズの最初のラウンド。おー、いいですね。2時間しかできない。開催中カスタムショー、というわけでこうなっておりますね。2時間ぐらいで終わるっていうことなの、それとも、いやでも曜日書いてるからこれ制限あるんだね。制限あると思うね。行くか。アニバーサリーショーからやりたいと。選択ってそういうことなの。じゃあソロショーを始めて、これでアニバーサリーパーティーへチャレンジ、レッツゴー。最初これやった人の意見、感想だと、やった人たちの感想だと、風雲竹市場ね、思い出すみたいだね。今それ言ってもどのくらいの人が通じるのかわからないけど、今ぐらいだとサスケとかそんな感じかな。まあとりあえずアスレチック系のね番組と近いよ。参加プレイヤー数が60、この60人をね、俺が含まれてるから59人か。最初言ってたじゃん59人って。いやー、これやりたかったんだけど、うちのパソコン、クソザコなんで、邪魔なものを避けてゴールまでたどり着け、つってね。クソザコなんで、PC 版はできなかったんですよね。で、Xbox とか、PS は配信されてたかな。うん、それ持ってなくて。ヒットパレード、邪魔なものを避けてゴールまでたどり着け、夜も引っ張れ、違う、あ、みんな同じ姿だから、あ、髪の毛、うわぬるぬるしてる、ダイブ、なんかすごい。あ、ダイブするとダメだな。普通に走った方が速いね。でもね、みんな同じ速度なんだよ。ダッシュがない。すごいね。またぶつかる。やばい。ぬるぬるがすごい。ぬるぬるがすごい。すごいぬるぬるしてる。ゴールまで競争だ。
あいけいけ、おお、小さな一歩やったぜ。とりあえずゴールはしました。おお、まず最初の方はね、39人がクリアの中に入りましたよ。いや、しかし重いね。次のゲームはやっぱり今めちゃくちゃみんなやってるから重いね。チーム尻尾に、ZR で、尻尾をつかめ、時間切れになるまで他のチームよりたくさん尻尾を集めよう。おー、チーム戦ですね。チームさえ勝てれば、別に俺はそんな尻尾取らなくても大丈夫っていうことかな。これ色分けされて、あ、色分けされてる。あ、チームが持っている ZR、 こうか。あ、こんな感じね。待って、掴めないっす。ちょっと待って、俺味方なんだけど。逃げろ。あっ、味方なんだけど。一応自分も取れるっていうわけですね。あ、そう、これ連打しながら行った方が、いいのか。男爵いた。やばい、男爵だ。男爵、ああ、最下位じゃん。ああ、どうもね、やっぱりちょっと尻尾取りのプロがいたみたいですね。一応チーム戦、あ、一応負けたけど続きはできるんだね。長いっすね。ブロックパーティー、動く壁を避けて足場から落ちるな。レッツゴー。ちょっとね、重いから、これ壁を避けて足場から落ちるな、ね。重いね。俺どれ？え？あ、そうか。俺通報じゃない。俺いないんだ。いなかったっすね。あー。脱落すると、あとはそのショーを見るだけっていうところになるんですね。はい、まあ2回戦負け、ちょっとチームがですね、まあチームが弱いっていうよりも、他のチームがちょっと慣れすぎていたね。もうおそらくプロが 2,3 人、いや3、4人ぐらい、ちょっとね、固まってたのかもしれない。というわけでですね、もう一度アニバーサリーパーティーやっていきましょう。
チーム戦はプレイヤーのその力量の塩梅かな。どのくらい上手い人たちが固まっ、ばらけてるかっていうところだよね。上手い具合に ばらけてたら、まあいい得点もいい接戦にはなるんだけども、固まられてるともう完全に手の出しようがないんで、特に今日始めたプレイヤーなんかはね、クロスプラットフォームなので、まあ、今までやってきたもうね、ベテランたちがね、もうすでにいるわけです。となると今日始めた任天堂スイッチプレイヤーなんかは結構不利な感じで、動くドアをどけて、ゴールまでたどり着け、ゲートクラッシュ、ゲートクラッシャー。そんでね、これ有料だったと思うんですよ最初。これ無料になった時、すでにやってた、すでにやってるプレイヤーはなんか報酬とか、特別、まあその分の報酬ってもらえるのかと、まあそこら辺は分かりません。ダイブはダメだね。危ない。見えない、なかなか見えない。おーいしょ。これ課金とかで、課金とかであれスピードが速くなるとかあるの。いやまあそれやられるときついな。やばい、これはまずいぞ。妨害がいますね。ゴール付近で妨害がいますね。勝ちました。俺フォールガイズを初めて見たのはあれですね、中村雄一とマフィアカジサのわしゃがな TV ですね。あれで初めてフォールガイズ のゲーム画面を見ました。シーソーゲーム、シーソーから落ちないようにバランスを取りながらゴールまでたどり着け、あれのね、結城葵ゲスト会の生放送、生配信、あの回時々見直すのあの回面白かった。隙間空いてる。これは厳しいね。よっ、おし、やったぜ。そうか、いいぞ、これはいいですね。おかえり。やばい、危ない、やだ。くそ、落とされた。どこまでも落とされるの。シーソーだから片方だけだとダメなんだよな。いかにこの真ん中を、今6人ゴールしてるの。
よしよし、急げ急げ、急ぐんだ君たち。よし、うおーっしょー、あーあー届かない、ダメだ、無理しちゃった、えへ、無理しちゃったで、16、19、残り残り、あーあー、めっちゃめっちゃめっちゃ早い、ゴールしてる、まずいまずいまずい、6789、ギリ、あーでも最後か、俺最後か、ギリギリやったぜ、ギリ超危ねえ、ギリギリだよ、次のゲーム長い、待ち時間が長い、いやギリギリっすわ、フープループゴール、ジャンプやダイブをでリングをくぐって味方チームのポイントを稼ぎ、あ、チーム戦、あ、でもこれはこれはなかなかね、楽なんじゃないですかね、リング消えたら、あの、その見えない、俺か見えないと思ったけど俺やった、あ、あーリングめっちゃ移動してんのか、あ、あちょうど来たところに、もう89、今、青と黄色が接戦ですね、あ、ダメだ、よしクリア、あ、ダメなのか、一回くぐられるとダメなのか、わー酒のつまみが来た、酒のつまみ、あーくそ、酒のつまみはね、俺酒飲まないからね、ごめんね、これ難しいな、ここ難しい、あーあー黄色が、やだやだ、頑張って黄色、イエローチームが、お、逆転してる、あ、あーくそ、あー違う、あお、イエローチームいいっすね、いいっすね、今イエローチームいいっすね、俺1点ぐらいしか取ってない、はる、あーやっぱり衣装が違う人はやっぱり動きが違うよね、ナイスー、今最下位が青、お、いいぞいいぞいいぞ、これはこれは平和的だよね、あっ、おっ、ギリ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 黄色チーム勝ちましたよ、もう余裕っしょ、やったぜ、18人まで残りましたよ、18人まで残りました、さあ次のゲームはブロックパーティー、動く壁を避けて足場から落ちるな、あれか、足場から落ちるな、サバイバル、ゴールじゃないんだ、あ、そうかそうか、ここ俺できなかったんだ、
行くぜ。これあ、来た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 、こんな感じなんだ。いいっすね、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 おーおーおーおお、いいっすね、いいっすね。このこのみんなわちゃわちゃ感がいいっすね。あ、一応掴む。わあわあ、難しくなってきたぞ。常に常に動いて、このこの魚はいつも気だるげ。まあ、みんな名前が凝ってますね。私はもうアカウントそのままなんです。まあこれはあのエピックゲームに登録したときにあのそのままの名前にしてあのしてますか、アカウント。あ、早くなってきた早くなってきた、いやいや早くなってきた早くなってきた。あ、おう、とりあえずいかに冷静にして、あ、やべ、みんな同じみんな同じだからさみんな同じだからちょっと、おお、これすごいすごいすごい、みんな同じだからさ、ちょっと見失いかけるんだけども、サドンです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 、あーあー、見えない見えない、危ない危ない、やばいね。こういうごちゃごちゃになってる時に、他の人と同じだとキャラクター見失うね。あの自分のキャラ見失うね。そうかそうか、そういうのがあるから、こう衣装変えたりしてちょっとあのまあ目立った感じに。なんてダン、ジャンプショーダウン、回転するポールをジャンプで避けながら最後まで生き残って王冠を勝ち取れ。おー、ファイナル来ましたよ、ファイナルまで来ましたよ。スライムに落ちずに、最後まで生き残れ。あれスライムだった。あ、うわー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 と見えない。あー、そういうのなん。待って待って待って、なんかわなんか、だって一人固まってんだけど。そういうのなの、そういうのなの。あー、ちょっと待って、掴まれてる、めっちゃ掴まれてたんだけど、何や、あの人何、やばいね。ポールはもう、そっか、分かった。ということはもう最終的にあそこ一つになるっていうことだよね。なんか時々固まってるよね、みんなポーズ、ポーズ。今二人ぐらいポーズ固まってんだけど。大丈夫だよね。だから動いてるから一応まあできてることはできてる。これ足場全部なくなったらどうなの。あー、早い早い。うわ、早い早い早い。あー、やばいやばいやばい、幅も狭くなってきてる。あー、やばい、おお、うわー、めっちゃ油断してた。あのでかいのに、あー、でかいのに、でかいのの影で、あの小さいのが見えなかった。それにやられた、それに油断してた。プレイヤーを通報せっかくさ、ね、勝ったっていうのにさ、プレイヤー通報っていうボタンをさ、まじまじで見せつけない
まあまあまあ悪いねプレイヤーもいるかもしれないけどね。パンクバンド装備する。あ、アサシングリードの。あー、なるほど、そういう感じね。重い。はい、というわけでですね、最初のアニバーサリー、やりましたけども、さ、ラストまで残ったんですけども、あのファイナルにはならず、もう一回やるか締めるのにはまだ早いわ、一応30分切ってるんで、もしかしたら半分にしてるかもしれないし、してないかもしれないいや、初回はやっぱりちょっと楽しみたいんで、まあ長くなっちゃうけど、アニバーサリーパーティーなんで、そこら辺はね、許していただきたいなって思っております。今度こそキングになりたい。さあ、早速シーソーゲームですね。これギリギリだったからな。どうなんだろうな、もうね、もうこれは、しまった。しまった、操作間違えた。めっちゃ間違えた。緊張してめっちゃ間違えた。もう。ちょっとね、構えすぎてね。ボタン間違えた。いや、最近キャプチャーボードも安定してるからね。これやってる最中にキャプチャーボード止まったらどうしようかと思ってたんだけど、今、結構絶好調なんでね。このままやってってキングになれたらいいかなと。あ、ドアダッシュになりましたね。ドアを突き破ってゴールまでたどり着け。偽物のドアも紛れ込んでるぞ。あー風雲竹市場で見たやつ。よく見たことあるバラエティなんかでは、あの丸×クイズのねやつがあって、でそこに突っ込むと、バツの方には、バツの方は破けないけど、丸の方は破けるっていうパターンのやつもね、ありますよね。みんなパンクバンドつけてるから、まあ若干わかりやすくなってるね。後ろだわ。どないや。これはもう空いたところ、空いた人の後ろを通っていけばいい。あ、痛い。あ、一箇所しか無理なの。無理なの。ラグがすごい。距離感がちょっと分かんなくなってきた。41人、だいぶ、あー、めっちゃ、これはもう普通にやったで。
っかり B を打つと、うっかり B を打つと怖いな。はい、41人がクリア、やりましたね。スキップがないんだよね。まあ当たり前のことなんだけど、スキップがないんだよね。ロールアウト、回転するホイールを飛び移ってフタイムに落ちないようにしろ。サバイバル、サバイバル。あ、さあやるぜ。風雲たけし城、うお、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。風雲たけし城、危ない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 、やばいやばいやばい。もう終わった。もう終わっちゃった。ジャンプクラブ、あー、あー、決勝でやったやつのあれか。あー、同じやつで、俺いないんです。観戦モード、コンテンツアップデート、コンテンツのアップデートが必要です。ダウンロードのためにゲームを再起動します。早い早い。まあアニバーサリーパーティーが、終わったからなのかもしれないですか、知れないですけどね。はい、というわけでコンテンツアップデートのためですね、ゲームを終了しなきゃいけないので、じゃあここで、本日は終了したいと思いますね。一応やってみた感想としては、いやー面白い面白い面白い。一人でもできるし、みんなチーム、チームとかね、組んでも面白そうですし、ね、やり方は様々なんですけども、私はですね、一人でやっていきたいと思います。で、まあ、キング目指して、頑張っていきたいと思いますね。いやー最後のやつがね、油断しなければもしかしたらキングになれてたのかなと思って、最初初っ端からこのキングを見せれた可能性は高かったんですけどね。いやー残念。というわけで次回、次回また頑張りたいと思います。それでは今回はこの辺で、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。